ビートルズ・ビートルズの作品レデ,ディ・マドンナ・ビートルズ、ビートルズの曲名一覧、レデ,ディ・マドンナ、レデ,ディ・マドンナは、ビートルズの楽曲である。1968年3月に、シングル版として発売され、B 面には、ジョージ・ハリスン作曲で、インド音楽を取り入れた、ジ・インナーライトが収録された。レノン・マッカートニー名義となっているが、実質的には、 ボールマッカートニーによって書かれた楽曲。1968年2月3日と6日の2日間でレコーディングされた本作は、前年67年までのサイケデリア調の作風とは異なり、ロックンロールのグルーブ感を感じさせる楽曲となっている。シングルはパーロフォンから発売された最後のビートルズのシングルで3月15日に、 イギリスで発売された後全英シングルチャートで2週連続の1位を獲得した。アメリカでは3月18日にキャピトルレコードから発売され、ビルボードホット100では4月20日付のチャートから5月4日付のチャートまでの4週にわたって4位を獲得した。アメリカでは1970年に発売されたキャピトル編集版平1度にも収録された。 音楽評論家のウォルター・エーベレットが本作について創造しいロックンロールと評している。本作は約2年間に及ぶサイケデリア路線を経てよりスタンダードな曲作りに戻った楽曲となっている。本作の発売当時、マッカートニーは完全なロックではないけど、それっぽい曲ではあると語っているほか、リンゴスターもそろそろいい頃合いだと思ったんだ。僕は ロッカスウィングと呼んでるよと語っている。マッカートニーが所有するスコットランドの農場の隣人の一人は、マッカートニーが1967年12月初旬に、ジェーン・アッシェイと共に、ロンドンを訪れた時に、ピアノで本作を聴かせていたと証言している。作家のジョナサン・グールドは、1968年初頭の、イギリスの音楽メディアは、サイケデリアの過剰さを是正するものとして、 ロックンロールリバイバルの宣伝を始めていたから、このタイミングで発表したことは好都合だったとしている。マッカートニーは、本作のピアノのフレーズを、ビートルズのプロデューサーであるジョージ・マーティンが、レーベルの代表に就任して間もない1956年に、パールフォンより発売されたハンフリー・リッテルトンのバッド・ペニー・ブルースを元にしている。マッカートニーは、レディ・マドンナは、ピアノの前に座って、 ブルージーなブギウギを書こうとしてできた曲、左手でコードをアルペジオを弾いていたら、ファッツドミノを思い出したから、ファッツドミノのモノマネをしながら歌い始めたと語っている。ボーカル面では、エルビス・プレスリーを彷彿とさせる歌唱法を用いている。ジョン・レノンが作詞を手伝った本作は、過労で疲れ果てた母親が一週間で、毎日のように新たな問題に直面している様子を描いている。 マッカートニーは、ナショナルジオグラフィックに掲載されていたマレーポリネシア、五族の母親の写真をもとに、レディ・マドンナを描いた。マッカートニーは、この写真について、彼女がとても誇り高き女性に見えた。僕はそれを一種のマドンナ的な母子像として捉えて、そこには絆が存在することが、はっきりと伝わってきたんだ。僕はその写真に影響されて、レディ・マドンナを描いたと語っている。 また、当初のモチーフは、聖母マリアだったが、その後マドンナのイメージを、リバプールで働く労働者階級の女性に当てはめ、女性たちを称える楽曲へと変化した、ともされている。なお、歌詞には土曜日以外の曜日が含まれているが、マッカートニーがこれに気がついたのは、数年後のことで、アメリカのテレビ番組のために覚えようと思って、歌詞を書き出していたら、土曜日が抜けていることに気がついた。 土曜日は、さすがのマドンナもパーティーに出かけるんだよと語っている。本作についてレノンは、ピアノが良い。けど、曲そのものは、何の役にも立つものじゃない。歌詞の一部を手伝ったかもしれないけど、どちらにせよ誇りには思ってないよと語っている。作家のハワード・サウンズは、カトリック教徒であるマッカートニーの老いたちとの、関連性や、本作の自伝的な性質から、歌詞について、 ポールの子供時代にそうであったように、リバプールで母親そして助産師としてのメアリー・マッカートニーのイメージを呼び起こす。優しくて、個人的な内容とし、レディ・マドンナというフレーズについて、もちろんキリスト教的な意味が含まれていて、ブギュウギュな三美歌の中で、ポールの母親の記憶と聖母マリアを混同していると述べている。レディ・マドンナは、1968年2月3日と6日に、 EMI スタジオのスタジオ3にて、レコーディングされた。なお、レコーディング当時は、インドの利子シ種で、マハリシマヘイシュヨーギーの下で、超越瞑想の修行に参加することが決まっていたため、その直前での差し迫った仕事となった。マッカートニーが、レディマドンナのレコーディングで使用した、スタインウェーバー・ティングランド。二月三日にベーシックトラック取りが行われ、四トラックレコーダーのトラック一に、 マッカートニーのピアノとリンゴスターがブラシでスネアドラムを叩くパートが録音された。本作のレコーディングにおいてマッカートニーはスタジオが所有しているスタインウェーバー・ティグランドというピアノを使用した。ベーシックトラックは3回録音されたがテイク1は未完でテイク3がマスターとなった。4トラックレコーダーの残された3トラックに対してオーバーダビングが加えられ、 トラック2に、リンゴの追加のドラムス、ジョン・レノンとジョージ・ハリスンのディストーションを効かせたギター、マッカートニーのベースが録音され、トラック4に、マッカートニーのリードボーカルがオーバーダビングされた。なお、マッカートニーのリードボーカルは、声の響きに、トゲトゲしさを持たせるためにカフカがかけられた。リードボーカルと同じトラックに、マッカートニー、レノン、そして、 ハリスンの感覚器の音色を模したコーラスと手拍子が感想部分に追加された。この部分はミルズ・ブラザーズの影響を受けている。本作の初期のミックスでは完成したトラックからメロトロンとタンバリンのほか、セッション中のバンドの意気込みを示すボーカルや会話がカットされている。2月6日にサックス奏者4名によるブラスセクションが録音された。本作のテナーサックスのソロは ロニー・スコットが演奏している。本作でバリトン・サックスを演奏したバリー・クラインはセッションの直前に企画されたとし、二人目のテナー・サックス奏者であるビル・ポビーは従うべき音楽が書き出されていなくて、マッカートニーは漠然とした指示しか与えてくれなかったと語っている。イアン・マクドナルドは著書レボリューション・イン・ザ・ヘッドで、スコットの耳につくほど苛立だったソロは、 適切な保温アレンジを奏者に提供しなかったマッカートニーの職業道徳に背く失敗が原因と述べている。レディ・マドンナのプロモーションフィルムは2本制作された。フィルムは1968年2月11日に EMI スタジオで撮影され、ネムズ・エンタープライズによってアメリカやイギリスのテレビ局に配給された。フィルムの監督はトニー・ブラムウェルが務めた。 元々はメンバーが本作を演奏する様子を撮影する予定だったがメンバーが新曲をレコーディングするために時間を使うことを考えていたため映像はレノン作のヘイブルドックのレコーディングする様子で構成されているこのため映像内でメンバーは本作のレコーディング時に演奏した楽器と異なる楽器を演奏している2本目のフィルムについても ハリスンがベークドビーンズを食べたり、スターがプレイバックを聴いている様子で構成されている。なお、本作のプロモーションフィルムには、1967年11月に、ジャペルスタジオでのシラブラックのステップインサイドラブのレコーディング時のマッカートニーの映像も含まれている。このフィルムは、1968年7月の平1度のリハーサル時の映像とともに、1995年に、 放送されたドキュメンタリーザ・ビートルズ・アンソロジー用に新たに編集された。1999年、アニメーション映画イエロー・サブマリンの再公開のプロモーションのために、アップルコアによってフィルムが再編集され、ヘイ・ブルドッグのプロモーションフィルムが新たに制作された。イギリスでは、1968年3月15日にパールオフォーによりシングル版として発売され、 B 面には G インナーライトが収録された。この3日後にアメリカでもキャピトルレコードからシングル版が発売された。プロモーションフィルムの一つが3月14日に BBC のトップオブザポップス、翌日にオールシステムズ・フリーマンで放送され、アメリカでも3月30日に ABC のザ・ハリウッド・パレスで放送された。エベレット曰く本作は 1968年春から夏にかけて、イギリスでは、ロックンロールリバイバルの最前線であり、この年のイギリスでは、ジーン・ヴィンセント、ジェリー・リー・ルイス、カール・パーキンス、バディ・ホリー、リトル・リチャードのシングルが再発売された。本作について、ビルボード氏は、パワフルなブルースロックと評している。メロディーメーカー氏のクリス・ウェルチは、最高なのは、ピアノのイントロで、 ポールのボーカルがなぜリンゴに似ているのかを考えて楽しむことができる。それから人々は外に出て他のレコードを買うんだとし、この曲がヒットするとは思えない。フォージャックスアジルやケイスターの足元にも及ばないと評している。タイム氏はビートルズを1950年代のロックンロールに再び関心を持たせる盛り上げ役とし、 バンドがリバプールに残してきたシンプルかつとてもやる気に満ちた様式に再び取り組んだ例としている。作家のバーナード・ジャンドロはタイム誌のライターの批評を引用する形で本作を同じく解雇的なローリングストーンズのジャンピン・ジャック・フラッシュに先行してエリートロックバンドがルーツへの回帰を告げる最初のシングルとしている。 レディマドンナはレコードリテーラー誌のチャートで2週連続の首位を獲得したがメロディーメーカー誌の全国チャートでは最高位2位に止まった。ビートルズのシングルがメロディーメーカー誌のチャートで1位を逃したのは1962年に発売されたデビューシングルラブ・ミード以来となった。アメリカでは1968年4月20日付のビルボードホット100で 最高位4位となり、1966年に発売されたエリナーリグビー以来の同チャートで第1位を逃した楽曲となった。キャッシュボックス誌のチャートでは最高位2位を獲得した。音楽評論家のイアン・マクドナルドは、このチャート成績を重要視し、本作について、1967年初頭のサイケデリックな高揚感の後の、 ほどほどの面白さを持った期待外れな曲と評している。ジョナサン・グールドは、ウィットに富んでパワフルである一方、意図的に取りに足らない曲とし、理想としてシングルの A 面をレノンの作品とし、本作を B 面に収録するべきだったと述べている。ローリングストーン氏のロブシェフィールドは、ビートルズは花を噛んでいるテープでも1位を取れたはずだ。それは、レディマドンナや、 ハローグッドバイよりもキャッチーなものだろうという考えを示している。音楽評論家のティム・ライリーも、些細なもの、彼らが片手でできるものと切り捨てている。1988年、ビートルズの歴史家であるマーク・ルイソンは、本作をバンドの作品を分析している者たちが、不思議なことに見落としている素晴らしいシングルと評している。オールミュージックのリッチー・アンターバーガーは、 ビートルズのシングルの中でもあまり知られていない曲の一つとし、チャートの成功率がやや低いことや、オリジナルアルバムに収録されなかったことを原因の一つとして挙げる。一方で、素晴らしい曲と評している。2003年に、ジョ氏に寄稿したジョン・ハリスは、本作、ビートルズの発展における重要なレコーディングとし、1960年代、後半のロックンロールリバイバルの、 素先の一つとして見過ごされていることを嘆いている。2010年に、ローリングストーン氏は、ザ・ハク・グレイテスト・ビートルズ・ソングズの第86位に本作をランク付けしている。シングル発売後、レディ・マドンナは、平1度、ザ・ビートルズ1967年から1970年、パストマスターズボリューム2、ザ・ビートルズ・アンソロジー2、ザ・ビートルズ1、 ラブの6作のコンピレーションアルバムに収録されたが、シングル版や、ザ・ビートルズ・アンソロジー2と、ラブを除くコンピレーションアルバムに収録された音源では、エンディングのサックスのソロがカットされていた。シルク・でソレイユの公演のサウンドトラックアルバムとして、制作された、ラブには、ホワイドン・トゥ・ウィズ・イット・イン・ザ・ロードのドラムのイントロ、オブラディ、オブラダのピアノとボイスパーカッション、感覚機の音を、 ヘイブルドックのギターリーフ、アイオンというのオルガンソロ、ホワイルマイギター、ジェントリーウィープスのギターソロがコラージュされた、リミックスバージョンが収録された。マッカートニーは1975年から1976年にかけて行われたウィングスのライブツアーのセットリストに加えて以降本作をライブで演奏し続けている。ライブ音源はウィングス・オーバー・アメリカ。 ポールイズライブ、バックインザ US マイナスライブ2002、バックインザワールド、グッドイブニングニューヨークシティ、ベストヒッツライブなどのライブアルバムに収録されている。本作のアレンジを変えた演奏が、DVD、カオスクリエーションアットアビーロードに収録されており、本作についてマッカートニーは、新しい装いの老婦人と紹介している。2018年に発売された、ザ・ビートルズ。 スーパーデラックスエディションのディスク6の20曲目にピアノにジャズを彷彿させるシンコペーションを聴かせたテイクに21曲目にコーラストリーを行ったサイの音源が収録された。出展。ありがとうございます。